数多くの YouTuber がいる中、 YouTube の頂点に立つため一つ屋根の下で暮らす2人、その名は少年カリキュラ。徐々に知名度を伸ばし、スタートラインに立つため100万人を目指している。これはそんな2人が最強のコンビ YouTuber になるまでの物語である。え、ちょっと待って、今の誰？アーシャンでしょ。少年がやらさだめセリガチのカリキュラキッチン、本気のカリキュラ。はい、次はね、さだめくんのターンでございます。準備運動は終わったぜ。いや、僕はね、パンカレーを作ってきましたけど。いや、違うじゃん。パンカレー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 、どっちが悪いか分かんなくなっちゃったけど、さだめくん、どんなコンセプトなんですか、今回。今回ね、タイトルよりも食材をちょっと先に出したいなって。あ、見たい見たい見たい。いいですか、お願いします。まあ、僕の、まあ、ちょっとすごい要となるものから出していきますね。うん、寿司？これあれですよね、冷蔵庫とかでばらけてるやつですよね。いやだから偏ってる。そう、すごいんだよ、これ。じゃ偏ってるとかじゃないの。よくさ、お寿司とかってさ、こう偏っちゃうなんで、スーパーが違うの。ひっくり返った。だってこれ復元不可能だったんだよ。復元したんだよ、いや、すごくない？もう全部いなくなってるんだよ。メニクが手術した。2個目2個目2個目ね、乗り切れだよ。はい、いざ。は？うわ、ピザだ。今日はですね、みんなでパーティーしましょう。なわけあるか。ドン。パーティーじゃん。ルールガイズ言えば。パーティーじゃん。ドン。食撃のソーマの最後の方でソーマが作ってたやつみたいな感じになってるけど。俺ここまでは知ってるのよ。こっからは知らねえよ。はい。は？マック出てきましたね。さて、本日の選手を紹介いたします。日本代表、お寿司。イエーイ。イタリア代表、ピザ。ピッツァ。フランス代表、ムールガイ。フランス、ムールガイなんか。フランスよりも俺イタリアの方が。ムールガイ、そうだよ。ごめん、今サイズに毒されてるかもしれない。わかんないけど、ぽいな。君の中で、そうフレンチ。いや、本当はね、フォアグラがなかったけど、売ってなかった。中国代表、マーボー豆腐。韓国代表、キムチ。アメリカ代表、パパガー。そして、我らがインド代表、カレー。我らがインド代表。やばっすやん。ってことで、どんな飯もカレーぶっかければカレー味になる説ってあるじゃないですか。あー、あるね。サバイバルとかでも、一個だけ持っていくものは本当にカレー粉がいいっていうぐらい、どんな食もこのカレー前にして勝てないわけですよ、この韓国の代表料理はね。ということで、本日の僕のカレー、世界征服カレーでございます。インドが世界を乗っ取るって。インドが食を乗っ取ります、今日。怖い。皆さんは歴史的瞬間を見ます。戦争してくるんだ、どんどん。最強だから見てて。今までのあなたのカレーギラキッチンの中では俺期待大です。俺もそう。あの、よく持ってきてくれた。そうだ。まあ、それじゃあレッツ侵略ドンドン。クッキングすげえよね。はい、まあ、ここでやることといえば、うん、ちょっとね、リクとやることは被ってしまうんだけど、うん、俺もカレー粉は溶かすだけなんで。で、もうここら辺はね、レンチンだけ。ダイソーじゃん。誰？これ、目黒のピザ屋さん。ダイソー。いや、俺ここ行ったことある。このピザ、めっちゃうまい。でもさ、これさ、金のシリーズってさ、ラーメン界でいうとトミタとか出てるわけじゃん。うん、トミタは俺も知ってるからさ、そういうことでしょ。マルゲリータ界のトミタってことでしょ。そう、うまそう。まだわかんないけど。耳がさ、めっちゃうまそうじゃない。いや、なんかサイズと一緒やろ。いや、サイズもうちょっとチープやろ。あ、いや、よくないんじゃん。レンチンスタート。ショートです。ショートのやつ、いつもの。きっしょ。うわー、きっしょ。フライパンで調理。でもフライパンで調理するものがこれだけなんだよね。ここに入るよ。そいナイス。ザッツライト。イエイ、ナイス。フュージョンしちゃった。あ、フュージョンしちゃった。フュージョンしちゃった。あ、そうか、冷凍されてるんだね。そう。ちっちゃいナスみたいな。あ、今回さ、ひき肉とか買ってるの忘れちゃったんだよ、ね。俺も思ったの。そう。肉ないんだ。いやと思って。そこはだってメインじゃないから。確かに。待って、俺さ、牛乳とかしてたらさ、料理人失格だわ。何でもないんだと思って。あと、柑橘系のワックスもつけちゃダメだぞ。
飲み屋しちゃうから退学だ俺今日さ、すごいなんかもうコンセプトがさ、雑すぎるっていうかなんかあのもうビビになってる感じだったあ、来たピザがめっちゃ美味しそうな匂いするみんなできたよーうわーめっちゃうまそうだねめっちゃいいですよありがとうピーってこいつマジで俺今日こいつにめちゃくちゃなんで謝んねえのお前はマジでさっき謝んなかったからもうこうちゃんが謝んないでやべえよこいつごめんねあいいよごめんなさいいいよこれが大事 AC もうあーすいーごめんねそうこれが友情これさ全部の料理が出てくる店って何ファミレスうんそれこれ適当すぎる塩この塩コショウさ小さじ何杯とかさいやもうねここら辺の感覚だよねその麻婆豆腐はねちょっとさムール貝だけちょっと味見していい食ったことないかもムール貝いや食ったことあるけどこのバターこいつマジさ手入れんのやばくない熱くないのかな熱いよねバカなんだよバカなんだめちゃくちゃ熱い本当にうまそういただきますうんまっじゃあいいじゃんムール貝だけどいいじゃんじゃあうんまっいいじゃんいいじゃんよいしょカレーが溶けてきたね、うん、ねいないんだけど誰も夏いね夏やだよねえ なんか雑談しないで、ね、料理動画なの一応これはい重要なシーンですよ一回しとくあそっかこっからかちょっと俺も見たいまあねとりあえずねあの準備ができましたとこちら麻婆豆腐中国代表こちらムール貝イタリア代表、うんフレンチって言うのフレンチフランス代表ムール貝で、こちらがピッツァイタリア代表で、後ろにですね、サボっておりますアメリカさんアメリカさんアメリカさん黄色が違うアメリカさんはこれは韓国言ってやれよ、韓国キムチって言ってやれよキムチジャパン寿司って言えよ行くぜはいガーでも、カニねえわ確かにカレー豆腐なんてないよねじゃあ次は韓国に行ってもらいましょうかゴーうわキムチも韓国も吸収されましたまだここまではアジだまだね中国から韓国そうそうそう今インドに吸収されましたちょっとさ小皿に残しとかないそれは絶対正解だったえいいじゃんこっからでもさいいからさちょっと残しとこうよ、はい、まず一旦この時点のねはいフランスもあー、魚介のエキスだなんかまだシーフードカレーとしてシーフードカレーとしてまだ生きている、ね、はいいや、俺結構うまいんじゃねえかなって思ってるここまでだったらまだ食えるじゃん俺もうまいと思ってるまだなんかピザいきますよ、ピザイタリアさんも行ってってもらいますおしゃれに出んなさて、最大勢力出せるのアメリカはやっぱり強いですからねちょっと待ってまたちょっとさ取り分けてもいい少し俺その状態のさ汁ちょっと気になるありがとうお次ですねもうマークたくさんゴーはあついに世界が日本とインドだけになってしまったはい勝つことないうわどうなんだろうもう世界征服中チーズネカボーってなってるね本当だチーズが溶けてるいやこれはもう一周回ってすごく美味しそうなスープみたいになって君は侵略って言ったけどこれは世界平和カレーなんじゃないのみんなが手を取り合って美味しくなってるんだからユニセフだそうだよ世界平和カレーに改名しろやだえマジプーチンすぎるよしあっち行こうもうダメだもうダメだなってるけどまあそうだねあの豆腐だったりあのパンくずだったり、うん、キムチのこの白菜が白菜がね白菜のカレーって見たことないじゃんない豆腐のカレーもないじゃんまあこれでどこの国が一番強いかが決定いいんだって決まってんだろお前日本勝ったらやべえぜうわシュシュ
動いてる動いてる眉毛が怖い。え、俺くそなんかくそなんか臭いよね。これが戦争か。うわマジで。これが世界を統一するということなのか。ちょっと俺も行きますね。行きます。おうんうん。これはこれ戦争で旅行。ああ世界旅行。世界一周。世界一周してる。うん、ああなるほどね。そういう例えも全然ありですね。交わってない。やってくる。うん、本当に。ちょっと俺も試してみたい。マジやってくる。旅行を試してみたいわ、うん、しょっぱいね。でもしょっぱい思った。超しょっぱい、うん、でもね、食う前からそんな言わないで。いくぜ。おお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 お、ごめん、戦場カメラマンだよ。そうだ。世の中、戦争を見てる戦場カメラマンや。僕は、これはあり。俺これね、なんだろう、まあ確かに喧嘩はしてるけど。喧嘩してるんだよ。いやでもマスクはないよ、うん、わかる。俺もマスクはないんだ。なんかめっちゃ貝がうめえ。うん、あ、忘れてた俺、うん、さっき料理中に取り分けたんじゃない。あ、そうそうそう、それ食べたよ、それいいよ。これがムール入れた。ムール入れてると思う。だからフランス、ドイツ、違うか、フランス、ドイツ、これが麻婆。あ、ウィンナー、ウィンナー入れればドイツも入れられたのに。まあ、いやるよ、でも今ぶち込めばいい。緊急参戦ドイツだ。ドイツ、ドイツ、いつで言う、それドイツ、ドイツ参戦。これが3カ国かな。これ3カ国。ムールが入れた後からフランス、イタリ、フランス、中国、インド。で、これが韓国。あ、韓国も入ってるね。韓国入ってるね。だからこれも韓国。だムールが入ってないわ、フランス入ってないわ。いただきます。どの時点が美味しいか。あ、寿司がダメになって、ダメにしてる方は、いや、ここからまずいっすわ。マジで。いや、まずくはないよ。まずくはない。あのね、ここからもうなんか味がブレてる。あ、うまー。いや、ウィンナーだけ食うんだよ、お前。うん、まっ、うんな。うまっ。ウィンナーがうまいだけ。ドイツ買っちゃってる。これで、ちょっといきます。うん、シャロレスめっちゃ、そっちかい、そっちかい。ただこんだけなんかさ、最初の方さ、うん、よくやった、このコンセプトいいじゃん、いいじゃんと言って、味なんか、ま、なんかファッとしてる。ないやろ。ただこれ、お店でカレーです出てきたら俺めっちゃ怒る。確かにね。なんだろうね、やっぱボケちゃうんだろうね、強いものとして。まあ、そりゃそうやろ、だって1位の取り合いだぞ。でもこれがボケてね、味がボケるんだよ。わかめがボケる。いただきます。少年カリギュラ、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 少年カリ